優の Dear Friends。 こんにちは、坂本美優です。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りする坂本美優の Dear Friends。 本日お迎えするのは9ミリパラベラムバレットのボーカル&ギター、菅原拓郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。4年ぶりのご登場ですけれども、はい、そんな感じがしないな。いや、9ミリが今年で結成19周年ということで、はい、やっぱ9がつく大事な年ですね。そうです ね、 ね、はい、今年はいっぱいライブがありましたけれども、はい、まあ、実際のライブとオンラインと両方、はい、いろんなところでやってこられましたね、はい、そうですね。あの9日と19日は必ず何かするっていう風にしてて、うん、でずっと YouTube の配信するか、うん、いろんなとこでライブするかのどっちかをやってますね、はい、うん、それを重ねて、はい、先月は武道館がありました、はい、ね、ちょっと先ほど、はい、あの久しぶりなんて言いながら、はい、フライングで聞いてしまったんですけど、はいはい、改めて武道館いかがでしたか？ライブハウス武道館ってよく言うじゃないですか、うん、ね、キムロックがこういうライブで行ってからみんな言いたいライブハウス武道館、うん、だからあの僕らも言わなきゃなって思ってたんですけど、はい、本当にライブハウスみたいにしたくて、うん、こうバンドとあのお客さんの見に来てる人たちの距離がすごい近いライブにするっていうのを目指してたんですけど、はい、本当に最後の方はこれもうライブハウスになってるなっていうふうに思えて、だからもう大成功だなと、うん、そういい武道館でしたね。そうですか、はい、本当にあの開催してる場所を見ると、はい、渋谷ラママの次が日本武道館っていうこの、はい、なんか振り幅がすごくて、はい、本当にどこでやってても変わらないんだろうなと、はいはい、そうですね、うん、あの横浜のライブハウスでも4月にやったんですけど、はい、僕らが初めてライブした、はい、でそこでやってる時が一番、うん、俺たちってここ生まれの人なんだみたいにやっぱり感じて、うん、でそこから今年もいろんなとこでライブしてたんですけど、ずっとその、はい、いや 俺たちライブハウスの人だなっていう感覚がずっとあったんで、うん、武道館でもそれをやったっていう感じですね。そうか、うん、そんな9ミリですけれども、はい、先月8月9日に12枚目のシングルブランニューデイをリリースされました、はい、このタイトルの通り、はい、幕開けというか、はい、新しい始まりがテーマになっているんでしょうか？そうですね、やっぱりストレートな曲がいいなっていう風になって、うん、で今年はシングルこの1枚だけかな、出すのは19周年にフォーカスして、でみんなに聴いてもらおうと思ったんですけど、はい、その前に作ってた曲がすごいダークなハードコアな曲か、うん、9ミリがよく言ってもらうんですけど、歌謡とロックの融合みたいな、うん、曲の2曲をすごく重点的にアレンジしてたらなんかちょっと暗すぎないっていう風になって、うーん、でそこにブランニューデーのデモが登場してきて、はい、あ、こういう爽快なものが必要だよっていう風に生まれた曲なんですけど、へー、うん、それはブランニューデー自体はこの原曲というか、はいはい、どなたが、これは滝くんが書いて曲を書いて、で後から僕も歌詞を書くんですけど、はい、やっぱりなんていうかいろんなことがあったけど、ブランニューデーに新しい、また新しい、まっさらな、何でももう輝いて見えるなっていう日にたどり着きたいねっていう歌詞なんですよね、はい、で9ミリもバンドに19年間の間にいろんなことがあったけど、ライブしてる瞬間はああ輝いてるな今日っていうふうに思えるし、うんうん、そんな日が一日でも多いといいなっていう、でそこに聴いてくれた人たちが自分たちの人生っていうか、はい、自分たちにできた、あの起きた出来事を重ねてくれたらいいなと、うん、思って作りました。そうか、アニバーサリーにふさわしい一曲ですけれども、じゃあ聴いてみましょうか。改めて曲紹介お願いします。はい、9ミリパラベラムバレットでブランニューデイ。
ても下がらために打たれ続けてどこまで行こうか Give me a brand new day いつか Brand new day どうか Give me a brand new day いつか全てが諦めず日を Brand new day どうか僕にも一つください永遠の一秒に触れた Brand new day どうか僕にも一つください Kimmy カラベランバレットで8月9日にリリースされた12枚目のシングル Brand New Day をお届けしています。これメンバーのみんなでいつも持ち寄るんですか？はい、大体でもあのギターの滝くんが持ってきたやつになりますね、うん、9割ぐらいは本当に、うんうん、それにこう、はい、スタジオに入って、はいはい、膨らませていく。最近はここまでできてるんだけどってやつをこう一緒に二人で聞いて、うん、じゃあこういうアレンジにしたらいいんじゃないっていうのを滝がまた持ち帰ってやってきたり、うん、その場で何かやったり。でもブランニューではちょっと変わってて、うん、あの宮田レフティ亮っていう人がいるんですけど、はい、あのヒゲダンのライブサポートしたりとか、はい、アレンジャーとかコンポーザーで活動してる彼と一緒にちょっとこうアレンジして、うん、なんかこうオペレートしてくれて、はい、滝と二人で作業してたんですけど、あのじゃあ次このギター弾きますとかこういうの入れますっていうのはいはいって言って、うん、でアイディアが足りないかなってとか提案してくれたりとかして。へー、うん、そうですか、はい、じゃあその9ミリにバンドに新しいフレーバーが加わるっていうのは、うん、そうですね、ね、もう本当ブランニューデイでちょうどいいなっていう、本当、うん、坂本美優のディアフレンズ、今日は9ミリパラベランバレットの菅原拓郎さんをお迎えしています。お知らせの後もまだまだお話を伺います。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしています、坂本美優のディアフレンズ。スタジオには9ミリパラベランバレットのボーカルギター菅原拓郎さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、結成19周年を記念したライブツアーや YouTube 配信ですけれども、10月から12月も続いていきます。10月7日は北海道帯広メガストーン、10月9日は函館クラブココアと続いて、ファイナルが12月19日東京リキッドルームなんですけれども、はい、今回のツアーはね、メンバーの皆さんの地元に行かれるということで、はい、菅原さんの地元は山形、はい、山形の鶴岡市ってとこなんですけど、はい、今回はあの出来たてのホールがあって、将棋インタクト鶴岡4年目とか5年目ぐらいなんですけど、来年5年目かな。でそこでやろうってことで、はい、すごい今まで感じたことがないような音響のライブするには、どんな、いや、レコーディングしてるのかな今っていうぐらい全部の音がこうクリアに聞こえるステージで、本当にシンバルの高さ、シンバルの音がすごい耳のこの辺の高さまで、うん、で止まるんだよねって言ってでそのまま後ろに下がってみたんですけど、うん、ドラムセットの位置まで、うん、そしたらちょうど耳、僕の耳の高さのとこにシンバルがあるんですよ。だから全部正しい位置で鳴ってるみたいな、不思議、すごい鳴り方の会場で、その音響というか、そう、設計、はいはい、ね、した人気になりますね。やってみたいね。やってみたい、歌ってみたい。もうぜひぜひ、すごい気持ちいいと思います。うーん、はい、この後は、はい、ふるさと納税シリーズって言ってます。ふるさと納税シリーズは宮城を残すのみ。そうですね。なるほど、はい、そうか、宮城もね、いいところですね。そうですね、みんないろんなところから集まってこう横浜、そうですね、うん、本当にだから海、山、はい、あと平野みたいな。そうか、はい、その出会った頃のことってよく覚えてますか？そうですね、覚えてますね。
大学に入ってみんな出会ったんですけど、うん、入学式の初日2日目ぐらいってこうサークルの勧誘すごいしてるんですよ、うん、で、あ、慶応のサークルちょっと見ていこうと思って行ったら滝くんがもう、 こうラジカセ置いて音楽かけてたんですけど、うん、そこで踊ってたんですよ ね、 滝くんね僕と同じ学年なんですけど、はい、その時は知らないんですよ。あ、なんかご機嫌な人がいるなみたいな感じでで、新入生だけ、無料で入れるよって、こう、ライブハウスでやるから見に来て、はい、って時にも、もうなんかモッシュダイブしてて、元気のいい人がいるなぁと思ってたら、滝くんだったっていう。そうですか、インパクトの大きい、はい、出会いですね。溶け込みがすごいなと思いましたね。はい、そこからすぐ結成に至ったんですか？いや、僕が3年生ぐらいの時に、20歳ぐらいの時に、結成したんで、うん、はい、そうですか、本当に長いお付き合いに、そうですね、ありましたね、はい、ではもう一曲聞きたいなと思うんですけれども、はい、これは去年リリースされたシングルですね、はい、そうです、はい、曲紹介またまたお願いできますか？はい、9ミリパラブラムバレットでワンモアタイム。しました。坂本美優のディアフレンズ、この後は辻里グリーンタイムです。辻里グリーンタイム、ここからはゲストの方にリラックスしていただく時間です。番組の最後にはプレゼントもありますので、皆さんぜひ最後まで聞いてください。さあ、本日のゲスト、9ミリパラベランバレットの菅原拓郎さんと抹茶を飲みながらお話ししていきたいと思います。
スタジオには今、はい、運ばれてきましたね、はい、先ほど菅原さんにも事前に選んでいただいたんですけれども、はい、今日は抹茶ミルクアーモンドミルク割りをご用意させていただきました、はい、ホットが登場する季節になりましたね。ありがとうございます。私にも、はあ、はい、いいですね。ありがとうございます。ではでは、はい、抹茶ミルクアーモンドミルク割りいただきます。いただきます。ああ、なるほど。おー、いい具合のスイートで、あ、美味しいです。とっても美味しいですね、うん、甘いものは飲まれますか？甘いものが好きなんです。およかった。アーモンドミルクだとね、またちょっと違った風合いになりますね。そうですね。さあ菅原さん、はい、こちらの抹茶色の質問ボックスから1枚質問を引いていただきたいと思います、はい、では抹茶とアーモンドミルクって、うん、2023年まで誰もやってないんじゃないかそうかもしれない、ね、はい、これを質問です。僕が読んでいいですか？はい。リラックスしたい時にやることは、うん、3分とか5分ぐらいの瞑想をしますね。お、はい、短めのマインドフルネスなのか、はいはい、日常的に、日常的に。コロナ禍でみんなと一緒にこう作業しなくなって、うん、でも何かやろうっていう時に作業を始める前にやりだしたんですけど、はい、アプリみたいなの使ってありますね。すごい軽率な入り方、軽率っていうかいひょいって始めたんですけど、うん、でもすごい頭がすっきりして、うん、でごちゃごちゃ、その頃やっぱり特にこれからどうしようかな、どんな風にバンドやっていけばいいんだろうなとかいろいろ考えることがありましたけど、うん、瞑想してみようって言ってちょっとの時間でいいんですけど、やってからまた新しくこう考え事しようと思うと、余計なものがこうスーッと、うん、考え事が別のことに邪魔されなくなって、はい、できるようになったんで続けてますね。へえ、うん、瞑想って、はい、いまいちこの、はい、どこに向かえばいいのか、そうですよね、その真っ白になるのってすごく難しいじゃないですか。はいはいはい。でもなんか僕が感じてる限りだと考え事はあってもよくて、うん、あ、そうですか。でもその考え事がそれはネットフリックスで見た瞑想入門みたいなやつの説明なんですけど、うん、考え事がこう自動車だって言って、うん、目の前をこう2本自動道路が走ってて、考え事が行ったり来たりしてるんですよ。あ、でそれをこう、あ、何色の車みたいな感じで、何かの考えをこう、例えば赤の車が通ってったとかいうのを、うん、こうだんだん眺めてるだけにするっていう。へえ。ああ、考え事が通ってったな、あの車通ってったなっていう感じに、うん、こうだんだん客観的になっていくと、うん、その考えとは別のところに自分が存在できるようになるから、うん、ちょっと客観視する、そうですね、ことなのかな。うん。でもどんな時にそれが必要だって思いますか？そうですね、やっぱりなんだろう、ちょっと疲れてるなって時とか、うん、うん、もう本当に肉体が疲れてるって。そうですね、うん、もうなんか倒れ込みたいって時に、うん、実際に倒れ込めばいいんだと思って横になって瞑想するみたいな感じですね。へ、うん、それはそれだったらできそうな気がする。いや、いいですよ、楽しいですよ、うん、なんかこう、うん、腕って重いみたいな感じになります。こう体の力が全部抜けると。へえ、うん、脱力していく。脱力していくと、はい、やってみる。ありがとうございます、はい、9ミリパラベランバレットの菅原拓郎さんに今日はリラックスタイムについて伺いました。毎週火曜日にお届けしている辻里グリーンタイム、来週もどうぞお楽しみに。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてきました坂本美優のディアーフレンズ、今日は9ミリパラベランバレットの菅原拓郎さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。12枚目のシングルブランニューデイリリースされています。
結成19年を記念した毎月9日と19日の 90th Anniversary ツアーや YouTube 配信は今年の12月まで続いていきます。その後は20周年も、はい、ね、突入しますから、ね、また、はい、19周年を祝うバンドはなかなかいないんで。そうですね20周年は普通にいろんなところでいろんな人にお祝いされに行こうと思ってますそうですね、はい、またアルバムも楽しみにしております、はい、詳しい情報は9ミリパラベラムバレットのオフィシャルサイトや SNS をご覧ください。菅原さん、またぜひこの4年空けずにいらしてください。はい、お邪魔します。ありがとうございました。さて、辻利グリーンタイムからプレゼントのお知らせです。今日ご紹介した宇治の茶商辻利の抹茶ミルクを5名様にプレゼントします。詳しくはディアフレンズの X 旧 Twitter です。こちらをご覧ください。ディアフレンズ、ここまでのお相手は坂本美優でした。それではまた明日。